フォレスターがフルモデルチェンジしましたね。こうパッと乗った感じ、なんかこう高級車に乗った感じですね。これインプレッサーベースで実は作られてるんですけども、値段もそのインプレッサーのターボと比べてそんなに変わらないんですけどね。でも内装がもう全然良くなってるし、この辺の木目の使い方とかこうものすごくマイルドですね。今ターボ乗ってますけども、まあ馬力は230馬力、インプレッサーの SGT よりも20馬力ほど低いんですけど、もうそんなもん関係ないぐらいエンジンのこのレスポンス、下のトルクですね、これがもうたっぷりと走りやすいですね。しかし SUV にしては結構きついジムカーなコースを作ったもんだ。でも結構こうハンドリングもスノーで走りやすいですね。いや乗り心地が本当にこういいな。エンジンもスノーで、なんかこのまま今ツインリンク持ってきますが、このまま東京に乗って帰りたい感じですね。今回のフォレスターから VDC が全車標準になってますね。ステアリングは、やっぱり SUV なのでこうギア比がスローな感じがして、今日のコースだと、まあ、ハンドル操作が大変ですが、でも全体的には今スバルの中で一番乗り心地のいい高級感にあふれた走りっぷりですね。これが乗り心地ですと。他の車乗らないと、これがどんだけいいのかよくわからないですけども、ここも20キロ。なるほど。いいね。まあ走る楽しさっていう部分ではインプレッサーですけど、なんかこう新しいファミリーカー、上質なファミリーカーになっているという感じです。